私たちは群馬グリーンウィングスです。まずはじめに自己紹介から行っていきたいと思います。藤井選手からお願いします。はい、背番号7番アウトサイドヒッターの藤井玲です。背番号3番アウトサイドヒッターの三口美優です。背番号6番セッターの松谷美安です。背番号1番セッターの松尾夏子です。以上のメンバーで行っていきます。よろしくお願いします。それでは以心伝心ゲームを行います。イエーイ。お題は全部で2問です。普段一緒にいる私たちなら全て回答が一緒になるでしょうですよね。大丈夫ですか。はい、心一つに、はい、いきますよ。まず1問目、チーム1面白い選手は？うわ難しいね、マジで難しい。ちょっと待ってますよ。どっち系ですか。そう、4種類がいるからね。タイプが。おお。ちょ、これ丸見え。みんな面白いんだよな。書けました。皆さん書けました？はい。それでは一斉に開けますよ。いきます。せーの、ジュナ。あれ？アイナ。おお。見ました。そうですよね。ワンツーですよね。迷った。ワンツーですよね。で、アイリー、どんなところが面白いです？全部。存在。なんか存在。アイリーはボケとツッコミのハイブリッドって感じがする。なんかツッコミのツッコミしてるのがボケみたいな。あ、分かる。ツッコミのそのワードがボケみたいな。で、あとはなんかすごいリアクションがでかい。リアクション。うわ、リアクション危ないみたいな。何それってなるみたいな感じで、ちょっと面白いです。彼女は。その書き方がすごい。ちょっと強調しました。アイスみたい。それで言うとジュナも。あれですね、面白いですけど、アイリーと絡んでるジュナでめっちゃ面白いです。あ、確かに。この二人は最強ですね。迷ったよ。マジでジュナさんかなって思った。面白いってなったらね。ジュナ、なんか面白いエピソードありますか？面白いエピソードですね。なんかいろんな人の真似をするのが面白い。スタッフだったりとか。スタッフもやっちゃいますからね。いや、いいですね。面白い。でも、一番なりませんでした。分かれちゃう。1はならなかったですけど、でも頭の中に浮かんだ2人はいけない。1ということで、それでは2問目に参りたいと思います。2問目のお題はチーム1、ギャップのある人は。いろんなギャップがありますよね。ギャップって、めっちゃ難しい。見た目とのギャップってことですか？第一印象とのギャップ、うん、あ、それでもいい、ね、いいですか？そう、自分が思うギャップの種類で。難しい。迷いすぎ。どうしたらいい？どうしたらいい？もう大丈夫。それっぽい人。あ、いいですか？あ、それでは、ちょっと待って。はい、それでは皆さん書けたので、発表したいと思います。いきます。せーの、ランナー。あー、ナミさん。いやジュナさん。あれ、なんだった？ランナです。ジュナあんま聞いたことない。え、でもジュナさんと迷った。あ、ギャップの塊です。あのクールデューティー、あー、見せかけて。そうだ、人見知りだしね、最初全然喋らない。ちょっと怖めじゃない？怖いと思うんだ。確かに怖いと思う。下から下が気に感じるかもしれない。ナミさん、わかる。そう。
ナミさんもあの怖い人かと思いましたあのみたいな怖い人かと思ったら最初なんかもう2日目ぐらいで結構いじられしてスモークに合ってました。ナミさんギャップですね。めっちゃ怖いと思ってました。本当に本当に声低いです。確かに、はい、いいギャップです。でもナイスギャップ。ありがとう。最高のありがとうランナもよく出ますね。顔と中身のギャップです皆さんも見てほしいそれではこれはまあ1ならずですけど、すみません心は1ということで、ね、終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。背番号1番松尾夏子です。背番号9番目黒愛理です。今日は私たちがおすすめするホームタウン前橋の焼きまんじゅう田中屋さんを紹介したいと思います。イエーイ。愛理焼きまんじゅう食べたことある？いや初めてなのですごく楽しみにしてきました。おいしいんですよでは早速行ってみましょう。 Go go いろんな種類あるじゃん。愛理何が気になる？でも初めてなので、マオさん何がおすすめですか？最初はシンプルな焼きまんじゅう食べてほしいんだけど、私の一押しはあんこ入りの焼きまんじゅう。美味しいんだよ。食べてみる？食べてみたい。どっちも食べてみる？いいんですか？どっちもいっちゃいましょう。この人出身どこなんですか？どう？めっちゃ美味しそうです。なんか焼きまんじゅうって聞いてたんで、あの普通のおまんじゅうをイメージしてたんですけど、かなり大きくてびっくりしました。めっちゃいい匂いする。はい。味噌の。あ、早速。ありがとうございます。え、まずは、この牛乳は。いや、この牛乳ね、気になるよね。はい、私たち以上に、うちのアナリスト伊藤みなみくんが常連さんで。毎回牛乳と一緒に食べてるので。あ、そうなんだ。それが2らしい。あ、じゃあ2のおすすめの食べ方で食べてみたいと思います。早速食べてみましょう。食べ方も教えていただいたので食べていきたいと思います。初焼きまんじゅう。こうやって刺して、うわ、おー上手。うわうわふわふわ。うわすごい、こんな感じなんだ。いただきます。泣いてる？泣くぐらい美味しい。なんか唇なんかあのおまんじゅうって聞いたので、こうしっとりなのかと思ったら、なんかこうパンみたいにふわふわでめちゃめちゃ美味しい。牛乳、牛乳。あ、そうそうそう、牛乳、牛乳。いただきます。牛乳、みなみさん美味しいですよかった、じゃあ、まおさん、私だけ食べるのは本当申し訳ないんで、まおさんも食べてください。じゃあいいですか。はい、これは私のおすすめのあんこ入りなんです。左利きなんです。すいません、すいません、言った明日に。うわ、美味しそう。しっかりつけて。いただきます。美味しい。あんこ入ってますね。あんこも結構ふっかり入ってて。味噌とあんこって意外と合う。そうなんだ。美味しいです。うわ、美味しそう。あ、ミルク、ミルク。ミルク。みなみさん、美味しいです美味しいです。あん
しいです。ごちそうさまでした。美味しかったね。いやー、めっちゃ美味しかったです。ぜひ皆さんにも食べていただきたいので、ホームゲームに来た際はぜひ立ち寄ってみてください。にも掲げた唯一無二の全員バレーで V2 優勝を目指して頑張ります。初戦は10月28日 JA 岐阜さんと対戦します。私たちの魅力たっぷりのバレーを見に来てください。応援よろしくお願いします。